オーディネーターがダークエルフの神で民に紛れて隠れているとしたら、とにかくムアイクは民を避ける。止まれ。モーン、ようこそエボンハートパクトの首都モーンホールドへ。すべての訪問者を追跡しています。到着したらどなたも記録官に会わなければなりません。記録官はお名前とモーンホールドでの用事を記録しています。ご協力をお願いします。デシャーンは今や混沌としていて危険な場所だ。一番目立つ町に秩序を植え付けなくてどうする。少しくらい不便でも安全を守るためだと思えばなんてことないはずだ。町の中央にいる記録官のリーベルと話すんだ。階段を上がって中央の建物に行けば中庭にいる。グズグズするな。登録せずモーンホールドに入るのは違法だぞ。
西の疫病の話はモーンホールドにも伝わっています。あなたの似顔絵に一致する人物が来るのを待つよう言われていました。町に来てくださってよかった。ああもちろんだ。トリビナル聖堂から命を受け、お前を登録し町へ入るのをすぐに許可した。聖女アルマレクシアは都合がつき次第聖堂の彼女の元へ来るよう望んでいる。ああそうだ、もう話した。聞いていなかったのか。聖女が謁見を受け付けるとは貴重な名誉だ。今すぐ出かけ、この事務係を仕事に戻してくれ。誰もが神と会見できるわけではない。そこの旅人さん、ちょっといいかな。こっちだ。君は金と血の取引をするものに見える。正義を与えてやりたいと思っている。自分たちだけではできないんだ。パクトによって自由の身になれるまで僕たちはボレク家の所有物だった。今ボレクの最後の生き残りがモーンホールドに来ている。長年奴隷にされた復讐のため力を貸してくれ。ベティーナ・ボレクを見つけて彼女の一族の家へおびき寄せてくれ。そこへ連れて行ってくれたら復讐が果たせる。ボレクの娘が近くの宿にいるかもしれない。宿を探せ。ボレクのものは皆片付けた。さまざまな形でベティーナは一族の最後の生き残りだ。そよ風を味わう者と僕には娘がいた。ひらめきの相関だ。ボレクの奴らが娘を死ぬまで働かせたんだ。その罪は己の娘をもって償わせる。運命がお前を呼んでいる。答える。いや勇者よ。運命と禁断の知識のデイドラコハルメアス・モラのため賢きレラミルにお前を探すよう言われたんだ。モラの領域と我々の領域の双方に最悪が迫っている。この脅威に対抗できるのはお前だけだ。ハルメアス・モラが滑るアポクリファには開かれてはいけない扉があるんだ。千年もの間誰も思い出すことのなかった秘密らしい。しかしトーベサードというドレモラは覚えていたんだ。彼はその扉を開こうとしている。それが成功すれば次元そのものが危なくなるそうだぞ。私はただの伝令だ。仕事はお前をこの運命の道に乗せること、それだけだ。賢きレラミルをこの町の無法者の隠れ家で探してくれ。破滅を避けるため何をすればいいか教えてくれるだろう。報酬はちゃんと支払われるって話だ。賢きレラミルがこの町のよそ者や追放者の中でお前を待っている。我々はゴールデンアイに仕えるため選ばれた存在だが、この地ではしばしば恐怖と疑念の目で見られる。注目を集めるのは避けた方が無難だ。私はただの学者、真理を探求する者だ。私は目の教会と呼ばれる組織に属している。ゴールデンアイ、お前たちがハルメアス・モラと呼ぶ存在は奉仕と引き換えに秘密の知識を授けてくれるんだよ。いや、信者などではないぞ。ハルメアス・モラは上妙の者が抱く崇拝に関心など持たないからな。彼は自分に仕えることに同意した者に正当な報酬をもって報いるのが有用だと判断しているんだ。レラミルか。隠されたものを探知し運命の意図を知覚する希少な才能を持ったハイエルフだ。彼女は我々の組織のメンバーではないが、しばしばゴールデンアイの代理人として行動している。この問題に関して彼女とゴールデンアイの利害は一致しているんだ。
こんにちは。かつての偉大なボレク家を聞いたことがある？私が最後の一人なの。いいえ、多分ね。私の一族は人に自慢できないことに関与してしまっているの。それも私がモンホールドに戻った理由の一つよ。私たち一族の家を取り戻すために来たの。父が亡くなって私たちがバーデンフェルに逃げて以来閉ざされていたのよ。私はまだ小さかったけど、戻ってくると約束したの。私の一族はアルゴニアンの奴隷を使っていた。彼らはサルトリス大農園で働き、私たちに富をもたらしたわ。でもそれが悪運の引き金になってしまった。パクトが奴隷を逃がした時、彼らは暴動を起こして父を殺したの。母と私は逃げた。一族の上に影が覆いかぶさっているの。母は去年私たちの財産を取り戻そうとここに戻ってきたけど、そのまま姿を消してしまった。きっと殺されたのよ。今度は私が誰かにつけられている気がするの。自分で何とかできると思うけど、ちょっと心配。ああ、サルキールとそよ風を味わうものね。奴らは私を殺そうとしてる。母と父を殺したようにね。家はすぐ近くよ。そこで会いましょう。過去に向き合う時が来たわ。会ってくれて感謝するわ。一人で立ち向かうことにならなくてよかった。過去と向き合う時が来たわ。トカゲが私の両親のもとで辛い思いをしたのは恥ずべきことよ。でも彼らは復讐を終えたはず。私の命まで奪う権利はないわ。
これからは農場の管理をしていかないと。これまでと同じというわけにはいかないから。まず一族の財産を取り戻すことについて考えようと思う。この不自然なパクトは最終的に崩壊し、きっと昔ながらの農業に戻れるわ。はい、これ手伝ってくれた感謝の気持ちよ。この町で一族の仕事を片付けるつもり。そうすればこの農場について何ができるか分かると思う。エコニルを持ってきてくれてありがとう。きっと必要になる。異物といえば、盗賊がオーセス王の訓練場から古い杖を盗み出した。その理由を知りたい。そうね。奴らはどうやってベドラムのベールへの道を見つけたのかしら。うん、興味深いわ。何が面白いんだ。いいオークたちがたくさん死んだ。俺は怒ってるんだ。来たわね。ようこそ代理人。禁じられた知識のデイドラ公ハルメアス・モラが運命の勇者の印を与えたもの。彼の敵トーベサードがアポクリファに対抗して行動を起こし、アポクリファだけでなく私たちの世界まで危機に陥れているわ。知る者は事態の緊急性を知覚し、取るべき無数の手段の中から、ああ失礼、ハルメアス・モラにここであなたが必要だと言われたからよ。トーベサードはイセリアを復活させようとしている。イセリア、すべてのものに忘れられた古きデイドラ公をね。彼女の記憶はアポクリファに封印されていたけれど、トーベサードはそれを思い出したの。イセリアの記憶は3つのグリフィックに分けられ、アポクリファの中心にあるミソスに隠されている。トーベサードはすでにその2つを解放したわ。彼は再びミソスに入り、最後のグリフィックを解放するつもり。止めなければならない。ほら、エコニルが必要になるわ。ハルメアス・モラによって作られた異物よ。エコニルはある種のフォーカスを具現化し、つまり忘れられたデイドラ公にまつわる過去の出来事の反響を示すことができるものよ。大昔になされた選択が今私たちの世界を脅かしている。エコニルはそれを理解するのに役立つ。イセリア港に関連する場所へ着いたらエコニルを掲げて。そうすれば過去を見ることができる。うん、あなたも私と同じように運命の意図を知覚できた方がいいわ。そのための呪文がある。イセリア港が復活すれば次元の基盤そのものが脅かされるとハルメアス・モラが予見したからよ。アポクリファもニルンも全ての存在が危険にさらされる。知る者は破滅を回避するため常妙の者の助けを必要としているわ。ハルメアス・モラにはトーベサードが見えない。でも彼はトーベサードの行動によって乱された運命の意図を感じ取ることができる。糸はグラーウッドとリーパーズマーチ、ストーンフォールでほつれている。それぞれの場所にポータルを開くわ。どれか選んで出発しましょう。ハルメアス・モラがどういう方法を使ったかはわからないわ。結果としてあるのは常妙であるか不死であるかを問わず、全ての者の心からイセリアの記憶が消えたということ。でも彼の仕事は不完全だった。
一部の存在は何かが奪われたと感じ取ったし、モラ自身も自らの行いの記憶を自分自身から消すことはできなかった。トーベサードはイセリアを道のデイドラ公、通られることなき道の女王、運命を変えるものと呼んでいた。それが何を意味しているのかは私にもわからない。彼女の運命に関する秘密は最後のグリフィックの中に封印されているはず。トーベサードは半分しか思い出せない夢に苛まれていたと言っていた。これはおかしいわ。デイドラは常妙の者のように夢を見ないのに。何かが欠けているという感覚に突き動かされ、彼は答えを探しに行った。そうしてついにはアポクリファまでたどり着いたのよ。トーベサードは複数のデイドラ公と手を結んでいるクランを持たないドレモラよ。ネクロムで会った時、彼はバルミーナとペライトと手を結び、アポクリファに隠されたある秘密を解き明かそうとしていた。そして今彼は自分がかつてイセリアに仕えていたことを思い出した。ええ、最初のグリフィックからハルメアス・モラがニルンとオブリビオンの存在すべてからある記憶を消し去ったことを知った。そして第二のグリフィックからはかつてイセリアというデイドラ公が存在したという事実を知った。そのイセリアこそトーベサードが仕えていたデイドラ公よ。アポクリファの中心にあるミソスの宝物庫に隠されているわ。ハルメアス・モラの許可を得ずそこに至るのは不可能なはずなのに、トーベサードはもう二度も侵入している。モラは彼を見えざる者と呼んでいたわ。トーベサードは私たちの知らない方法でモラの目を逃れている。ここなら運命の糸を知覚できるはずよ。糸を掘って。アモーラはお主が来ることを知っておった。波を泳いで来るのが見えたぞ。ハーモーラはこの者がここでお主を迎えることを望んだ。我々が出会ったのは運命じゃ。運命の歩き手よ。何を探しておる？リジャード爺さんはドレモラなど見てはおらんが、お前の獲物が来なかったとは限らん。空気に変化が漂っておる。今に始まった変化ではないな。ホーム。ああ、
リジャード爺さんは知っておる。痛まれ続ける子供たちの祝福を求めるがよかろう。愛されしジョーンとジョーデの祠が近くにある。そこで祈りを捧めよう。かつて我々カジートは月光とシュガーを捧げ、我らが道を祝福したまえと双子月に祈ったものだ。またその時が来るかもしれんの。祠はどちらもここの中庭にあるぞ。運命の歩き手よ、お主には長い旅が待ち受けておろう。双子月の祝福が必要じゃ。祈りを済ませたら戻っておいで。お主がおるのは双子月の道の聖堂。遥か昔、デューンは月の司祭と学者に導かれる王国でな、今日でも新たな盾神はここを訪れ、聖なる月の者との旅を終え、使命を引き受けるのじゃ。彼らはモラグの信者たちじゃ。リジャード爺さんも彼らをここから追い出そうと考えた頃があった。今は聖堂を浄化するのは別の者の仕事だということを知っておる。今日お主が数人を罰したとしても、リジャード爺さんは不快には思わんよ。運命の歩き手よ、ここは道の途中。探し物はここにはない。だが絶望しなくてよいぞ。お主はここに来るべきだったのだとリジャード爺さんの心は告げておる。お主は確かに遠く不思議な場所へ赴くことになろう。霊魂の導きを受けたな。爺さんにもお主の道がよく見える。なるほど。双子月は沈黙しておってもその光が道を照らし出す。見る方法を知る者に対してはな。なぜ波を見守る者がここでお前に会えと言ったのか、ようやくリジャード爺さんにも理解できたぞ。解き放たれる運命を探しておるのだろう。今お主に必要なのは
遠い昔の出来事を調べることじゃ。ハモーラはお主がここにある石に囚われた記憶を見ることを望んでおる。じゃがそんなことができるのか、リチャード爺さんにはわからん。ほんむ、波を見る者によって祝福された異物か。リチャード爺さんは異物に詳しくはないが、そういう力があるのなら使ってみるといい。何が起きるかちょっぴり楽しみじゃ。この聖堂は解体されるべきだ。それがリノサーリ・ダッタの命令だ。いや、この祠はボエスラに守られている。これは警告だ。どうしてボエスラはこの聖堂を無傷のまま残しておくんだ。東と西の戦士に疑問を抱かないことだな。さあ、ドクリンに戻ろう。おお、リチャード爺さんは当時の歴史の専門家じゃ。リドルサールの教団が砂漠の嵐のように広まった時、エルスウェアを戦いが飲み込んだんじゃよ。あの時ボエスラは死んだと言ってもよかろう。リドルサールは古い信仰に砂をかけたんじゃ。それを受け多くのカジートはボエスラに背を向け、東と西の戦士は見捨てられた。独林修道院でだけボエスラ崇拝は保たれておる。だが修道院の文句たちもいずれ時が来れば倒れるじゃろう。お主が従う運命はあそこで紡がれた。リチャード爺さんは理解したぞ。ハーモーラは古い記憶を再び体験させ、この者にボエスラのことを伝えさせようとしているのだとな。お主の獲物が進む道は独林修道院に通じておる。お主の道もまた同じ。リチャード爺さんが地図に印をつけてやろう。
供するぞ。サマーセットが孤立していた時代は終わった。いつか行ってみるべきだね。タムリエルでこれ以上美しい国はないよ。見るのはただだよ。バルデスを退治したアッシュマウンテンの英雄よ。